三遊亭鬼丸は落語の名跡。東大は180年ぶりの名跡復活とのことだが、実際は不明。文化、文政時代からある古い名前で古くは、東亭鬼丸という初代三、笑亭コーラの門人に確認できる。過去に、東亭、三、笑亭など、定語も様々で、東大も、大数不明。三遊亭鬼丸は、落語協会に所属する。 落語家、本名、和光光一。長野県上田市出身、埼玉県在住。出林草競馬。上田市立、第三中学校、長野県上田染野球高等学校、東洋大学経営学部経営学科卒。大学卒業後外食産業で働いていたが、激務を理由に転職を考えていた頃、寄席で、三遊亭演歌の落語を聞き、 今日出てきた話家の中で一番面白いと思ったのが弟子入りのきっかけであるという。1997年1月に三代目三遊亭演歌に入門前座名歌子として同年5月に鈴本演芸場で初講座を踏む。2000年6月には二つ目に昇進して金歌と改名。2002年には若手落語家によるユニット。 大江戸台風族結成に台風6号として参加。2009年には NHK 新人落語コンクールで入賞を果たした。2010年9月に入選定戦差と林家菊馬路、三代目新起郎流玉、五代目柳屋商船とともに新内に昇進して鬼丸を襲名。天保年間に活躍した東帝鬼丸から取られたもので、 今回、180年振りの復活となるという、趣味は浦和レッズ阪神タイガースの試合観戦など、ありがとうございます。